おはようございます、レイです。2月29日木曜日の今日はうるう日です。4年に一度、ただし400年に97日のうるう年には、2月28日の翌日にうるう日として29日が入ります。これは1年の日数が365日ではなく 365.2422 日なので、そのズレを調整するためであります。西暦の年が100で割り切れ、かつ400で割り切れない年はうるう日を入れない平年になります。なお、国によっては2月24日と25日の間にうるう日、2月24日を置き、以降の日を1日ずつずらすとしています。これは紀元前713年にローマ暦にうるう日が導入された時以来の伝統でありますが、日本の暦には採用されませんでした。そして英語ではうるう日のことをリープデイ、飛躍の日という。これは普段の年はその前年の同じ日により一つだけ曜日がずれるが、うるう年の翌年は二つずれる、つまり曜日を一つ飛び越えるリープからであります。かつてイギリスでは4年間のうちでこの日だけ女性から男性へプロポーズが伝統的に公認され、男性はそれを断ることができないとされていたそうなんですね。いやー、なかなかこういったあの面白いね、伝統もあるんですね、イギリスではね。そして今日はね、富士急の日というのがね、制定されております。山梨県富士吉田市に本社を置く富士急行株式会社が2と29を富士急と読む語呂合わせから制定。4年に一度の富士急の日には富士急ハイランドが特別のイベントを実施するほか、富士急行沿線でもイベントが催されるということでね。そして今日ね、最後にご紹介するのがニンニクの日というのがね、制定されております。ニンニクの生産量日本一の青森県田子町が実施。それとは別に伝統ニンニク卵黄などの健康補助食品の通信販売で知られる鹿児島県鹿児島市に本社を置く株式会社健康家族が制定ということで、229でニンニクの語呂合わせということです。このニンニクっていうのはね、ユリ科のね、多年草で、原産地は中央アジアと言われているんだそうですね。そしてね、2、3000年前の古代エジプトのピラミッドは20年以上の歳月をかけて2トン以上の石を200万個使い、炎天下の下で20万人の労働者たちが築いたわけですけれども、古文書バビルスにはニンニクがその労働者に与えられていたことが記されています。クフ王が建造したピラミッドの内部の壁画には、労働者がニンニクを食べ厳しい労働に耐えている姿が描かれています。またニンニクは食料以外に肉類や魚類の保存にも使われ、毒蛇や害虫による噛み傷に対してもニンニクを塗りつけるなどの利用をしていたと言われているんだそうですね。そしてバビロンの空中庭園ではすでにニンニクの栽培が行われていたとの記録があります。エジプトから地中海を経てギリシャに伝わり、ここでは医学の父、西医、疫学の祖などと呼ばれるヒポクラテスがニンニクの利用を進めたといいます。古代ローマ時代になると、ニンニクは遠征に出かける兵士たちの体力時に欠かせない野菜となっていました。古代ペルシャ王の食卓にはニンニクが毎日出されていたと記録が残っています。朝鮮最初の医学書東医方巻にもそのニンニクの利用を進める記述があります。日本にはインド、中国を経て飛鳥から奈良時代に伝わったということですね。第10代の崇神天皇時代に、健康で長寿になれる草根木皮がないか、あるとすればどんなものかを採取させるため、朝鮮からの帰化人を朝鮮に渡らせ、チェジュ島から他の植物と一緒に持ち帰られたと日本の歴史には記されています。西暦400年頃の応神天皇時代の古書古事記にはすでにニンニクの利用が記されています。そして奈良時代の万葉集には、二枚酢の中にすりおろしたニンニクを入れ、タイの刺身につけて食べるととても美味しいというような食べ方が記されています。
万葉集ではニンニクの利用方法、ことにニンニクの美味しい食べ方が強調されています。1940年代にアメリカとスイスの科学者によってアリシンが発見され、ニンニクパワーが証明されるに至ったわけなんですけれども、1990年、アメリカの国立がん研究所を中心に野菜や果物の成分を科学的に解明するプロジェクト、デザイナーフーズ計画は、当時約20億円の予算でフィトケミカルの研究が行われ、その結果を約40種類の野菜、果物を重要度順に区分し、リスクを減らす野菜をピラミッド型にして発表しました。その中でニンニクは最も重要な品目としてピラミッドの頂点に分類されていますということでね、この動画がね、何かのお役に立てれば幸いです。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしくださいね。では